はい、マッソゲームズです。はい、今日はですねマッソのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今回ね何していこうかなといろいろ悩んだんですが、今回は街の整理を行っていきたいと思います。というのもですね、まあこの画面だけでもね分かると思いますけど、エリトラ発射台の残骸まだ片付けてないじゃないですか。そしてあの奥にある右の奥にねチェストがポツンとあったりとか、いろんなね至る所にねこの街のアイテムが散々しちゃってるんで、はい、ちょっとねそれをね今回は整理整頓していきたいと思います。動画外でやれよってね言われてしまいそうなんですが、ちょっとあまりにもねぐちゃぐちゃすぎて、すでにさもうここの中だけでおかしくない？なんでこんなところにいきなりダイヤモンドとかさ、まあいろいろあるのってね、まあこれ全部一旦下に持っていきたくはあるんですが、まあこれ一旦全部持っていけないでしょ。持っていけそう？持っていけそうかな。お、持っていけるよ。あ、一個だけ持っていけなかった。はい、まあこんな感じでちょっとね片付けていきたいと思います。で、片付けるためにちょっとねいろんなね設備もね整えないといけないなっていうものもあったりして、はい、じゃあちょっと下に降りましょう。ここがマスオのね拠点の大倉庫部屋になってるわけなんですけど、はい、もうぐちゃぐちゃなんですよ正直言うと。ほらほら、もうこことか意味わかんないし、もうなんかいろいろなものになっちゃってるし、もうぐちゃぐちゃっていうのでちょっと整理していきましょう。ではまずね、はい、これ自動機ですね、かまど自動機械、これ作ったんでちょっとこれをあと数台ここに並べていきたいと思います。うん、っていうのもアップデートで変わって嬉しいんですけど、鉄のレギンスとかチェストプレートとか実際そんな使わないんですよね今って。で、使わないんですけどまだ持ってるものが結構あって、そういうものをねもう鉄の銀塊っていうのかな、あ、鉄塊かな、そういうのにねもうチェンジしていきたく、はい、まあこういう風に焼いていきたいんですよ。はい、ということでこれをまず削りましょうか。というよりもうアイテムが満タンすぎてやばいかな。あれれれ、なんかなったけど、はい、ちょっとアイテムをここがね一応ね鉄のアイテムの場所なんで、鉄のアイテムの場所にリピーターとかそういうものを置きましょう。で、一応ここがね大事なもの入れに一応してるんですけど、はい、まあ、あともういらない、焼いといた方がいいもの、こういうのはいらない、これはあっちに必要だし、とかまあねこんな感じで整理ですよ。もうね動画外でやってくれと本当言われてしまいそうな気がしなくもないんですけど、まあこういうのもまた一つかなと思ってちょっとちゃんとやっていきたいと思います。あとねかまどこんだけ作ったけど実際使ってないしね。はい、じゃあ装置を作っていきましょう。まあ装置っていうほどのものでもないですけど、はい、かまど置いて、はい、トンと、そしてチェストをトンと、チェスト置いて、ここにもう一段あれ置けばいいんですね。はい、ホッパー、よし、これで2つ目ができたぞ。はい、2つ目で、ここであれですね、チェストが足りなくなっちゃったんでチェストを作りましょう。で、チェストもさ、トラップチェストとかをとトラップチェストとラージチェストをうまく組み合わせれば隣り合わせておけるっていうのね最近知りました。うん、すごい。よし、これでチェストが6つかな。あと2台作れそうですね。まあぶっちゃけてもう3台でいいよねこれね。ということでかまどがね余りまくるんですよ。3台あれば正直十分でしょ。これで整理整頓のところの1つ目できたね。うん、自動化、じゃあじゃんじゃん入れていきましょう。と言っても入れるもんないかな。あ、ダイヤモンド、あれダイヤモンド、これまだ壊してないだけか。なんでこんなところにあるんだ。よし、あと他に、あー、ゴミ箱にも入れなきゃいけないもんいっぱいありますね。ただとりあえず焼きたいもの、焼きたいもの、まあここの辺り一応これは取っておきますか。鉄の剣はいらない、金のチェストプレートいらない、
氷渡り、これとかは必要ですよね。とりあえずこれで焼きます。いやなんかさ、整理が楽しいよ。うん、マジ。これで、あと落下耐性もいっか。まあこんな感じでしょうかね。で、まあこっちにいろいろ溜まっていくと。素晴らしい。いや、これだけでもだいぶ、本当にだいぶ片付いてますからね。で、ここに、ハーフブロックとか、まあこういう、こういった、なんか木のものですね、は置いてるんです、一応。最初にそう決めたんです。ですが、結構もうぐちゃぐちゃになっちゃってきてるから、まあそれも片付けなきゃいけないんですけど、とりあえずですね、僕が思うに、捨てよう。まずいろんなものを捨てたいと思います。はい。このボート捨てましょう。もうね、ボート使わないから、こんなに。確実にボート使わないでしょ。で、ボートはどうやって捨てようかなってね、いろいろね、思ったんですが、やっぱさ、これじゃない？あ、でくら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 。サボテンのところで、はい。ぽいっと。ぽい。ぽい。ぽい。いやー、ゴミ箱役立つわ。間違えてさ、ダイヤモンドのさ、超大事なアイテムさ、ポイッとかやっちゃったら最悪だけど、大丈夫だよね。そんなフリ、フリじゃないよ、みんな。フリでしょって思ってるかもしんないけど。よし。よし。だいぶ片付いた。よし。一回閉めよう。はい。ということでね、今少しずつ一応整理しているんですが、なんかね、チェストの種類が足りない気がする。もっとこれはこれって置く場所決めた方が、なんとなくこうスッキリするような気がするんで、チェストの数もね、増やしていきたいと思います。で、チェストの数を増やすために、ちょっとね、これいらないんだよね。ここじゃなくていいんだよね。はい。ということで、シルクタッチのついたツルハシで、この本棚とかを少し移動します。はい。では、この本棚を最大限にこっち、端っこの方に持ってきます。久々にこのエンチャント台をこう、並べ替えてますね。よし。で、これで、OK。で、さらに、ちょっと松明なんかね、ちょっとつけたいところなんですが、暗いからね。よし。よし。OK。これでいい感じですね。で、ここ、この、チェストと対照的な感じで、こういう風にまたチェストを置いていこうかなと。いかがでしょうか。同じ高さだよね。うん、こうやって置いていこう。はい。よし。はい。こんな感じですね。こう置けば、もう完全にここは、その、書斎っていうか、あの倉庫になりますね、完全にね。ういっと。ほら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 。よくない？よし。よし、オッケー。多分ね、種類がこう具体的じゃなかったからこうなっちゃったと思いたいんですよね、僕はね。よし。よし。トントンと。あ、間違えた。トン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 。おー、すごい圧迫感のあるチェスト部屋になった。変わったね。額縁もいっぱいこう取ってきました。ではね、つけていきたいと思います。どうしよっかな。これ片っぽだけじゃなくて両方につけてもいい気がしてきたんだよな。はい、つけて2,3と1,2,3と1,2,3と。どうでしょうか。かなり大量だね。うん、いっぱいこれでつける、入れることができますね。すごいよ、ここ大倉庫だよ。じゃあこっから整理していきましょう。ここは早送りになるかな。どうしようかな。何をどう入れていこうかな。はい、ということで整理整頓完了しました。あまりにもね、地味な映像だったので、そこはほとんどカットさせていただいたんですが、かなり綺麗になりました。それがこちらです。たらーん。
よくねよくね。ほらチェスト2倍になったからね。まあ、2倍になってって言っても、まあ、量が2倍になったんじゃなくて、その分け方、種類が2倍になったんで、今までみたいにあれこれどこ置いたらいいからな、ここでいいかとりあえずっていうのが少なくなって、かなりねこれからも整理整頓しやすくなりましたね。こういうサトウキビとかね大量にゲットしときたいですし、火薬とかもねこうゲットしときたいですしね。あとこういうロケット花火は今後大量に使うじゃないですか。ですんでロケット花火をね大量に作って保管もしときたいなとも思いますしね。はい、ということでよかった。ちなみに一番上も片付きましたし、他のところのねチェストからも一応いろいろ取ってきたりもしました。あれこれ飛べるんだよね。ちょっと飛んでみようかな。よーし。いやーロケット花火もっとたくさん作んなきゃね。すごい便利すぎるこれ。よいしょ。よっと、危ない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 。あって、めっちゃ食らったけど。はい、まあねここも整理整頓されてないですけど、ここも今度やっていかないとって感じですかね。ちょっと今までアイテムをこうね煩雑に置きすぎてたのがね出てますね。あ、っていうかちゃんと、あ、一応今腐った肉がこういう風に来てますね。はい、一応こういう風にね自動判別機っていうか自動分別機は作ったんですけど、これも一応稼働してるみたいですね。あ、まだこれだけ移動しきれてないみたいです。止まっちゃってんのかな。あ、またやられて、またアイテムがどんどん生産されますけどね。ちなみにちなみにここには、あ、まだマックスではないですね。結構でもあるな。はい、ということでですね、今回はちょっと地味ではあったんですが、はい、かなりマスオゲームズというかマスオのマインクラフトにとって有意義な、時間を過ごせました。はい、次回以降またね何かいろいろ作っていきたいと思いますので、ぜひよかったらまたご覧ください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。以上マスオゲームズでした。バイバーイ。